皆さんこんにちは、エミです。今回もまた続きをっていうか最初からねやっていこうと思います。でセッティングなんですが、これまた最初から消えてるんですよね。これなんとかしていただきたいですよね。まあとりあえず全部ハイにしてレートレーシング入れて FPS は無限にしときましょう。でこれローにしとこうかな、ここ垂直度が。じゃあこれでいきましょうか。もう一回最初からこれ飛ばせないんですよね。ちなみにこれ飛ばせたらいいんですけどね。まあデモ1だから文句言ってもしゃない。よし来た。あれオープニング飛ばせたらいいんですけどね。よしよし行こう。とりあえず全部拾いながら行きましょうか今回は。よし行こう行こう。チュートリアルを進めながらクラフトしていきましょうか。さあ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 取って、おお、あもう速攻速攻ヘビにやられた嘘でしょ。もうこれ直し方わかんないんですよね。これ家に帰ったら直るとこないかな。ないか、直らないね。何なんだろう。多分何か食らうとしてそれを食べたら治るとかあるんでしょうね。いやダメだなこれ。ちょっとこの状態で頑張ってみましょう。しょうがない、気をつけてって言ってる速攻でヘビに噛まれるって前回と一緒のパターンじゃないですかね。とりあえずチュートリアルを先に進めてった方がいいかな。そしたら毒っていうかデバフの終わり方がわかると思うんですけど、水こちら辺にあるかな。とりあえず水、飲める水ですよね、探したい。よいしょ、よし、これ飲める。よし飲んで、よし、オッケー。次はシェルターですね。シェルターはここに作るかも。今回はシェルター、こっち向きにして、ここに作ろう。水近くにあるし、オッケー。次はキャンプファイヤーでしたよね。キャンプファイヤー、あと枝が2つぐらい、枝2つ。よいしょ、枝。よし。OK。これ、キャンプファイヤーができるはず。よいしょ。OK。キャンプファイヤー。ここにしようかな。よし。キャンプファイヤーできた。次はご飯を食べる的な感じか。取ってないっけ？取ってない。何か、食べましょう。ライブ配信で気づいたのは HP を上げるのは気になってる。なんか丸い食べ物が回復したんですけどね、ライブ配信中。あるかな。あった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 、これだ。これ確かね回復したんですよ。フード、これを食べる。あれ回復しないな。焼いたらいいやつかな。これじゃないのかな。何かが回復したんですよ。バナナは回復はしなかったはずなんですけどね。やってみるか。回復しないね。バナナじゃないんだよな。焼いたら回復したんだったっけな。チュートリアルを進めていかないといけないのかな。いや、回復方法をちょっとしないと、ね。先進めないですよね困った困った。どうやって回復したんだろう、あの時。とりあえず入りましょうか。も回復しましょう。魔法値みたいなやつを。いつでもリラックスできますよ。息を吸って、息を吐いて、息を吸って、息を
吐いて、もう一度吸って、もう一度吐いて。 OK、 回復しましたよ。よしよし、行こう。あれ、どうやって回復したかな。 HP、 HP の回復がね、なんか食べて回復したんですよね。木の実みたいなやつをやったら回復したんだけどな。おかしいな、これ食ったら回復したんだけど、今回回復しないのかな。もう一回食ってみるか。あー、しないな、ダメだ。焼くのかな。でも焼いても一緒だったような気がするけど、結果で自分の家が分かんなくなっちゃったっていうね。さっき作ったさっき作った家が分かんなくなっちゃった。もう一回作るか、これだいぶ集めないとできないな、これ。そっか、あ、これだ、これだ、これこれこれ、これで HP がね、回復したんですよ、確か。どっちだこれこれかな、これじゃないな、こっちだ。あれ、回復しないな。あれ、なんで回復したんだろう、ライブ中。これチュートリアル先進めていかないと回復しないとか、まさかのまさかの、そんなことある。あん時チュートリアル結構進んでったから、ライブ中ね。その可能性でもあるか。いや困るね、そんな仕様だと。その仕様はやめてほしいね。よいしょ、しょうがないな。枝集めてまた作るしかないか。これみんな回復方法最初絶対これイラってするんじゃないかな。また最初からやり直されるっていうね、リスポンせずに最初から。あれはダメだね、デモファンとはいえ。あの仕様はやめてほしいね。ここかな、あった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 わ。とりあえず焼くか。じゃあ火をつけて。でももう死んじゃうな、これ。はいはい、で Q で置いてと。焼かずでも回復したと思うんだけど、これあれか、デバフがついてるから回復しなくなったのかな。 100% になった。うん、よいしょ。フード、違うか、変わらんな。これ焼いてるやつと焼いてないやつの違いが全然わかんないんだけど、これダメだ、ダメだな、ダメだ。もう一回最初からだ、これよし、よし、やっと来た。もうあのオープニングいらないねほんとなんとかしてほしい。あれがあるからね、ちょっと死んだら億劫になるんだよね、このゲーム。でも最初絶対死ぬよね、みんな。だって手バフの回復方法がわからないのと、あと HP ですよね、ハートマークの、あの回復方法がわかんないので、絶対みんな死ぬと思うんですよ、何回も。タブ終わった。はい、それなのにオープニングがね、消せないって、ちょっと、もう一回やろうっていう気にはちょっと怒らないよね。あれはなんとかしてもらいたい、ぜひ。さあさあさあ、集めて。とりあえず蛇だな、ほんと。蛇に気をつけないと。ただ蛇わかんないんですよね。あんまり走らない方がいいみたいでね、ここ。走ると、蛇の声が聞こえないんで、シーっていう。走らず行ってみるか、今回は。とりあえず、水ですね。また、水を飲んで。ちょっと、チュートリアル進めていくか。結局、HP の回復がよくわかんないんですよね、まだ。ライブ配信では普通に木の実を食べたら、回復はしたんですけど、なぜか今回復できない。
なのでチュートリアルを進めていくと回復できるのかなと思いながらちょっとやっていこうかな。とりあえず素材ですかね。素材、あー素材よりも先作るか。ちょっとどっかで場所を作りましょうか。シェルターを。もうヘビが怖くてしょうがない。もうヘビに噛まれた終わりだ。最初の拠点の近くの方がいいかもね。案外帰るのが分かりやすいので、家マークついてるところ、家マークの近くに行ってみましょう。とりあえずあそこで、お、ヘビがおった。危なっ。って言わへんかったな。危ない危ない。もう死にたくないな、これ。あの苦行のオープニングを見ないといけないっていうのがあるから、あれはしんどいっすよ、さすがに。あれ、これちょっと違うな。なにこれ。あ、アンロックしてる。アンロックじゃない、ロックかかってるね。これ消せんのかな。まだ消せない。いずれ消せるようになるのかな。でもここいいですよね。ここにするかな。帰ってこれるかな、また。まあいいや、しよう。ここにしよう。ここに家作っちゃおう。よし。OK。で、次が、キャンプファイ、あ、フード。フード。はい。OK。次は、あ、はいはいはい。次は、あれですね。瞑想ですね。瞑想ここでするか。あ、これ残しとこうか。あえて。あ、ありましたね。シェルター。じゃあ、ここでシェルターしましょう。シェルターじゃない。リラックスだ。いつでも準備できますよ。息を吸って。息を吐いて、息を吸うて、息を吐いて。 OK OK、 回復しましたね。よし、回復終わった。次はそしたら何だった。あ、次がキャンプファイヤーか。これ基本的には走らない方がいいですね、多分。なんかそんな気がする。ここにヘビがおるから。結構隅から、隅に歩いてった方がいいかもしれないですね。隅に隅に。そしたら、ヘビに噛まれることない。なんかヘビど真ん中にいてるんですよね。どういったかな？やっぱさっきの場所作るんちゃうかったかな？あらー、場所が分かんないね。さっきの場所いい場所だったんだけどな。しょうがないな、諦めよう。やっぱ自分の拠点に、なんだろうこれ、大丈夫かな。やめとこやめとこやめとこ、一応やめとこ、念のために。念のためにちょっと泳いで拠点に行くか。だいぶだいぶ遠いとこまで来てたんだな。家マークがだいぶ先だな。やっぱ家マークで作るべきでしたね。あそこ。あそこのところで作ろう。もう。拠点は。ここに作りましょう、もう。家が置かなくなっちゃうんで。もう一度。まあこれで迷子になることはもうないでしょ。拠点変えるので。で、キャンプファイヤーですね。よし。オッケー。うん。ファイヤー。はい。あれ。よし、ファイヤー。ファイヤー。よし。で、スリープって出てるんですけど、これ、こうしてもスリープにならないですよね。セーブになっちゃう。まあ、セーブしましょう。で、ライブ配信だと、これが夜になると、なんか勝手に寝ましたね。勝手に寝た。まあ、それまで素材を集めてましょうか。そこら辺の。あ、なんだこれ。卵がある。
卵初めてだな。とりあえず素材集めよう。とりあえず飯は今は結構入ってるね。よいしょ、これでも食うか。あ、回復した。やっぱ回復した。あ、デバフがあるときは回復しないのか。そういう仕様ね。 HP はデバフがあると回復しなくなっちゃう、そんな感じかな。それかチュートリアルがここまで進んでるから回復したのか。やっぱ最初チュートリアルを先しないといけないみたいだね。先したら多分回復できるようになるんじゃないかな。あ、物がいっぱいだ。そうか、ここは安全ですからね。とりあえず焼くか。焼くのは一つだけだな。あとは水も飲んでこないとね。これ数字が出ないの？あ、出てる出てる。よし、100%になった。焼きキノコにしたとしても、わかんないですよね、これ。これそのままでいけちゃうから。あ、全部焼いてんのか、あれ。ちょっと、水ですよね。水を飲みたい。ここは飲めるんだったっけ？ここは飲める。よし。あ、なんかついた。デバフついちゃったよ。ちょっとちょっと、デバフついた。マジで水飲んだだけだけど、これは生きるの大変だぞ。生きるのが大変。一日持つのも大変だね、これ。厳しいぞ、このサバイバル。これが6時ぐらいかな。6時になったら寝れるかも。6時。あ、来ましたね。6時になった。これでいける。こっちにしようかな。これ寝れるかな。寝れない。あ、まだか。何か教えてくれないんですよ。苦悩って書いてますけどね。苦悩してなんか HP が減ってってんだけど。寝るには早すぎるんって書いてるけど。何時だったら寝かしてくれるんだ、これ。それもわからない。これ一日持ったらいい方だなっていう感じですよね。厳しいな。7時。もう間もなく7時。7時になったら寝れるかな。寝かしてくれ。あ、来た来た来た。これで寝れる。セーブになっちゃう。これセーブすると寝れるかな。はい。一回落ちたらいいのか。あ、一回落ちたらいけるんだ。あれで中落ちじゃなくて、単発押した。それで寝れるんだ。なるほど。OK。次は遺跡を探し、瞑想するって書いてるけど、遺跡って見つけたとこじゃない？アンロックじゃないわ、ロックされてるとこ？あそこじゃないかな。でも、死んじゃうけどな。このままで行っちゃうと。よし、もう食っちゃえ。デバフの回復の仕方を先教えろっていうね。これはもう無理だな。とりあえず、また、ロードができるから、ロードした方がいいかもね。デバフをついたらもう、死を確保しないといけないゲームは、ちょっと辛いなぁ。あー、ダメだ。よし、また戻って。次はロードですよね。まだ大丈夫な。まあ大丈夫な時の。よしよし。帰ってきた。とりあえず、今から寝なさいってところですね。だいぶ先。なんかここ来たことない場所だな。
あーなんか洞窟みたいなとこに入ったねこれ。いいねここね、洞窟みたいなところがあって、なんかロケーションいろいろあるね。ちょっと結構同じような感じだけど、やっぱ隅っこ歩いてたらヘビには噛まれないね。真ん中を歩いたらダメなんだきっと。もう寝れるかな。あ、寝れるね。ちょっと焼き終わってから寝ましょうか。よしよし、 100% になった。じゃあ火を消して、よいしょ。じゃあ寝ましょう。寝んのは一回ポンと押せば寝れる。よし、なんとか一日過ごせましたね。